北国新聞ニュースをお伝えします。幼い聖徳太子の姿を表した太子像のパネルが金沢市内の観光案内所に設置され、丸ごと奈良博への来場を呼びかけています。丸ごと奈良博はポスト国民文化祭の目玉事業として、今月6日から金沢市の県立美術館で開かれ、国宝8点、重要文化財93点を含む仏教美術の粋が紹介されています。金沢駅観光案内所と金沢市南町にある金沢中央観光案内所には、昨日奈良博のポスターの中央を飾っている南無仏太子立像のパネルが設置され、案内所を訪れる人たちに奈良博への来場を呼びかけています。この像は聖徳太子が2歳だった頃の姿を表現したもので、キリッとした目と丸刈りのヘアスタイルが特徴です。丸ごと奈良博は前期の会期があさってまでで、その後展示品を入れ替え、後期展が今月31日から来月25日まで開かれます。郵便局で職場体験をしている金沢市内の中学生が、能登の自然や祭りの写真をあしらった能登美形はがきを PR しました。能登美形はがきは北国新聞社と日本郵便が共同で企画し、4枚を1セットにして税込み500円で販売されています。4枚のはがきには地震前に撮影された見附島、白米千枚田、能登桜駅、それに暴れ祭りの写真が印刷され、ロゴマークの頑張ろう能登が添えられています。金沢中央郵便局でおとといから職場体験に取り組んでいる長町中学校の2年生6人は、昨日能登美形はがきの実物やPR 用のパネルを手に、訪れた人たちにはがきの魅力をアピールしました。能登美形はがきは今月23日に県内の郵便局で発売され、県外の郵便局も含め1万セットが販売される予定です。地元の食材を使った加賀市のご当地グルメ、加賀パフェの新作が完成し、明日から提供が始まります。2016年に始まった加賀パフェは、ブロッコリーやアジヘイカボチャなどの加賀九谷野菜をはじめ、地元の牛乳や米、蜂蜜、水酒飴、加賀棒茶などを使うのがルールで、九谷焼の器や山中漆器の盆に乗せて提供されています。今年加賀パフェを出す店は、北陸新幹線の加賀温泉駅に開業したカフェ&バー高野倉が新たに加わり、4つの店になりました。それぞれの店が趣向を凝らした新作パフェは昨日発表され、高野倉のものは5層のパフェの上に加賀市内の銘菓や新幹線カラーのマカロンがトッピングされています。加賀パフェは明日からいずれも税込み1500円で提供され、笠岬灯台と夕日を表現したろうそく灯台パフェなどもあります。北国新聞社は能登半島地震の被災者や被災地を支援する義援金を受け付けています。義援金へのご協力には4つの方法があり、寄せられた義援金は石川県に届けられます。現金書留の場合は能登半島地震義援金と明記した上で、北国新聞社総務部宛に送金をお願いします。義援金専用の口座に振り込む場合は、事前に受付窓口に連絡をお願いします。ご連絡がない場合、
預かり証の交付と記事掲載はできませんのでご了承ください。直接義援金を持参される場合は北国新聞社1階で受け付けます。デジタル決済による寄付は北国フィナンシャルホールディングスの専用サイトをご利用ください。皆様のご支援をお待ちしています。ここまで北国新聞ニュースをお伝えしました。金沢ケーブルのスマートフォンサービス金沢スマホで容量シェアプランのサービスが始まりました。シェアプランでは今お使いのスマホを金沢スマホにした上でデータ通信の容量を分け合うことができます。例えば夫婦2人で4ギガの容量を利用する場合、動画をよく見る妻は3ギガ、ネットで調べ物をする夫は1ギガというように自由に分け合うことができます。一緒に使うことで無駄がなくなり節約につながります。容量シェアプランでは2ギガ、4ギガ、20ギガの3種類あります。スマホ2台で4ギガのデータ容量を利用する場合2220円、スマホ4台で20ギガのデータ容量をシェアする場合は6180円です。乗り換え時に必要な初期登録料は無料。シェアプランに加入すると金沢ケーブルの高速インターネットサービスケーブル光とのセット割が適用され、毎月1100円割引となります。お申し込み、お問い合わせは金沢ケーブル0120-751-114番までどうぞ。